ハゲってバカにされたり笑われたりする傾向がありますよね。私も高校3年生ぐらいから抜け毛が始まって結構悩みました。で、27歳ぐらいからもう残っている毛は剃ることにしたんですね。ですから20年ぐらいは、スキンヘッドですね。今抜け毛で悩んでる方は思い切って剃ってみることを強く勧めたいですね。かなり世界観が変わりますね。遠い人類の子孫というのは髪の毛がないんじゃないかなっていうふうな気もしています。ですからハゲは進化した、人間の形ではないかななんて考えたりもしています。ハゲがかっこいいんだぞっていうくらいの気持ちでいますね。自信を持っていきましょう。